え？嘘！死ぬと思った瞬間、思い出したのは親でも友達でもなく橘日向だった。うわっ！あっねえ。うわっ！懐かしい中学の連れだ！チンコばっかいじってた誠、メガネかけたら頭いいと思ってたバカの山岸、バン張ってたアッくん、幼馴染のタクヤ！バヤスだよね！くそ、最悪だ。人生最後に最悪な走馬灯。分かったよ神様、俺の人生クソだって言いてえだろ。花垣君はきっと成功する。ちゃんと言って、君のことは何でも知りたいの。彼女なんだよ。さあ、役が引いてんぞ。誰だこいつが。お疲れ様です。総長、無敵のマイキー、東卍のボスだ。こいつが東卍のトップへ。佐野万次郎。佐野君、俺三万台で特攻やってます。赤い人生。邪魔、マイキーは興味ねえやつとは喋んねえんだよ。すいません。お疲れ様です。清正、いつからそんな偉くなったんだ。総長に挨拶するときはその角度な。はい。お前がこれの主催？はい。誰だお前。さて、帰ろっか、ケンチン。喧嘩飛ばしとかくだらねえ。トーマの名前落とすような真似してんじゃねえぞ。いたいた、タケミッチ、遊ぼうよ。むちゃくちゃや、この人。なんかムカついたから全員のしといた。なんで。今日暇だろ。いや、そうでも。元気してた。いや、昨日の今日っすよ。ちょっと待って、ヒロ。あ、誰だお前。ヒロ。タケミッチ君、行こう。こんな人たちの言いなりになっちゃダメだよ。ひなが守ってあげる。ひな、手が震えて。おい、殺すぞガキ。いきなりぶん殴って、はい、さよなら。ふざけんなよ、これ。ふざけているのはどっちですか。あ、タコに勝手に入ってきて無理やり連れ去るのは友達のすることじゃありません。最近の竹道くん、怪我ばっかり。もしそれがあなたたちのせいなら私が許しません。それで。その手を離せ。何言ってんのか聞こえねえよ。その手離せって言ってんだよ。ひなが守ってあげる。バカ野郎。誰の言うかって口聞いてんだ、こら。もう二度と譲れねえもんがあんだよ。今日集まったのはメビウスの件だ。うちとぶつかりゃでかい構想になる。で、構想っていうのが。言って。おい、何すんだよ。文句あっか。お前、花垣だろ。喧嘩賭博の件でうちの清正が世話になったの。清正くん、どう落とし前つけんだ、こら。落とし前。やめろ、総長の客に手出すのやば。清正の件は、あいつが勝手に東馬の名前使って喧嘩賭博なんてやったのがなしって話。ああ、俺はバカだからわかんねえんだよ、んなこと。パーチンの脳みそはみじんこだぞ、こら、この野郎。ああ、三つやってめえ、かかってこい、こら。ああ、どうする？パー、やる？相手は二つ上の世代だし、うちもただじゃ済まないし、みんなに迷惑かけちゃうから。でも悔しいよ、マイキー。んなこと聞いてねえよ。やんの？やんねえの？やりてえよ、ぶっ殺してやりてえよ。だよな。こん中にパーのダチやられてんのに迷惑って思ってるやついる？
バーのダチやられてんのにメビウスにひよってるやついる？いねえよな。メビウス潰すぞ！8月6日、武蔵野戦が決戦だ！